はい、それでは龍が如く4のサブイベント巡りの続きやっていきましょう。とりあえず今秋山さんでサブイベントを巡りながら、あれですね、一旦花ちゃんがいた頃の時間に戻っているので、その辺のサブをこなしていこうというところですね。さすがにこの辺は決着つけてから他のキャラクターにパスしたいところですかね。エムストアのそばの白いビル、とりあえずまずはそこ行きましょう。ここで、白いビルってどれだ？ビルね、商業施設とかではないだろうから。あれか？キャッシュコーナーって書いてあるしな。結構これっぽい感はあるけど。白いビル、白いビル。違うのか？いや、これか？コスモスペース、めっちゃ近いしな。あ、出た。金に困った男。紹介してもらっといてなんだけどさ、塩原って男本当に大丈夫なの？いやさ、今事務所の前にいるんだけど、なんか強引に男を連れ込んでてさ、確かに優しそうな風貌だし、塩原にお任せをとか言ってたけど、いざ目の前で男を連れ込まれるのを見てると、なんだか裏がありそうで怖いよ。悪いんだけど、他の金か紹介してくれない？このビルか。じゃあ、とりあえず行きましょうかね。ま、殴って、なんとかすることもあるでしょうね。詰め寄ってんね。お前一人でそんな圧をかけるほどなんだな。秋山さん。お前が金貸しをやるのは分かってたが、自分の客を横取りされちゃ黙っておきない。客だったら嫌だろ？別に横取りしたわけじゃありませんよ。秋山さんのところじゃ変なテストをやらされて追い返されるのがオチだと教えてあげたんです。口で言っても分からないようだな。望むところです。この町で待ち金やるなら、こういうことになるのは覚悟しています。潔いんだか悪いんだか分からんな。カムロ町の男、塩原とは言わないんだな。目を覚ませ目を覚ませ塩原。えっ、何？たた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 。うう、痛々しいけど。まあ、良くも悪くも一般人だよな、塩原は。体格的にも秋山さんに迫るほどではないしな。お前なんでかなかしなんてやろうと思ったんだ？ニュン。誰？なんか知らん人が急に出てきた。こっちは体格いいぞ。秋山さんと戦いそうな風貌をしている。わしが声をかけたんだ。九州の方の人か？有馬？え？知り合いなの？なんでお前が？塩原さんに金融の才能があると感じたんでな。わしを組んでもらおうと思ってな。何者なんだ？俺は秋山さんと同じことはできないけど、ビジネスとして本気で金貸しをやります。有馬さんと組んで、カマル町の金融を支配します。うん。わかった。だがそれがお前に本当にお前がやりたいことなのか？今更何言ってるんですか？そうだね。今更だよね。まあせいぜい金儲けしてくれよ。じゃあな。ん？戦う動きではないのか。いや、これで終わりではないのか？なんか、もやっとした感じになっちゃってるけど。メインストーリー級のお話が全部済んだら、その後で、この人たちが将来どうなっていくのかが見えてきたり、まあ塩原にはこれの人生しかないのかなと、諦める感じになるのか。ん？気になる。続きが見られることはあるのかどうか。あっさりではあるけど、なんだろうな。なんとも言えない感じなんだよな。なんか塩原本人はすごく、まっすぐになっている感じというか、芯が通った雰囲気はあるんだけど、その芯は果たして、秋山さんの思っているような、まっすぐ正しい方向を向いているのかっていうのが怪しいみたいな。なんか全然、良くない方向にまっすぐ伸びているみたいな感じで、これでいいんだろうかという感じはあるけど。まあ、これ以上あんまり踏み込んでもしょうがないという感じになった感じではあるけど。秋山さんは秋山さんで別の人をお話ししましょうかね。なんかいなくなっちゃったんだけど。あれ？いなくなっちゃってないか？話だけでも聞いてみるかって言ってたんだけど。もうこっち聞いてるかな？お客さんですよって？社長！どこ行ってたんですか？ん？新規のお客さんです。また違う人？ごめんごめん。あなたは？この人はさっき話しかけた人ではないよな。とんでもないです。今日はどういったご用件で。まあ、やっぱり常に来るんだな、お金に困ってる人は。5000万貸していただけないでしょうか。リリちゃんの半分だけど、相当ですよ、5000万って。5000万というと結構長くですね。理由をお聞かせください。私の主人も消費者金融を経営しているんですけど、経営している？最近いろいろあって資金繰りができずに経営危機に陥っている。
銀行からの融資は止められた？お恥ずかしい話ですが、過去の顧客からまとめて過払い金請求を起こされてしまって、あらら、銀行からの信用もなくなってしまったもので、そらもう畳むんじゃないのかな、金貸しとしてやっていけないんじゃないの。これから心を入れ替えて心機一転やり直していくために欲しいみたいなことなのか。なんで旦那さんじゃなくて奥さんが？確かに旦那さんからだとブラックリストに入ってるからもう無理ってなるからってこと。プライドが高くて他の金融会社からお金を借りるなんて絶対にしないんです。そういう問題か。おお。主人が幼い時に主人の父親が借金が原因で自殺したらしいんです。主人は絶対に父親のような負け犬にはならない、自分は金を貸す側の人間になると誓ったそうです。その結果立ち行かなくなって金を借りなくちゃいけない状況っていうのは本末転倒な気もするが、自分から他の金融会社に借金をすることは自分が否定した父親と自分が重なってしまうようで受け入れられないと思うんです。だから主人に内緒で私が来たんです。で結局このまあ奥さんだと思うんだけど、この人がご主人の会社に5000万を出すとしたら、お前その金どうしたんだよってなったら、借りたんですって言うしかないわけで、私が稼いだんですにもならないわけだから、結局主人のプライドを傷つける結果にはなりそうだけどな。遅かれ早かれ。お願いします。5000万ね。ここに来たってことはルール知ってますよね。テストに合格しないといけないんですよね。どんなテストを出すかね、これは。いつもなら3時間以内って条件なんですが、今回は額も額ですからね。確かに、安子さんの時は、3日ぐらいわかりましたよね、少なくても。3日で300万って言ってたか。あなたの覚悟を試させてもらう意味で、30分以内に、ガムロ町で仕事を見つけてもらいましょう。これは前、他の親子でもやったな。30分以内ですか。それができれば5000万、利息なしで貸しますよ。わかりました。よろしくお願いします。おお、行動が早いね。ああ、すいません。お名前は？確かに聞かないと。有馬節子と申します。そういう？有馬ってさっきの有馬じゃないの？あらら？主人、金融会社、有馬。天神金融の有馬の神さんみたいだな。ああ、てか天神金融って前に見たか。有馬さん知らなかったんですか？この長者知れた顔ですよ。あ、そうなの？あ、そうなのって全く同じこと言ってしまった。字幕読んだわけじゃないぞ、これ。事務所の方にあまり興味ないから、もう。そりゃこんな目にもなり。それはそうと、あの奥さんの話じゃ。天神金融はうまくいってないみたいだけど。おお。さすができる人だぜ。どう？一見問題ように見せてますが、天神金融は過払い金の請求や返済のこりつきで、実際は火の車状態。やっぱり。この前、社長が今の事務所に呼ばれたのは？社長を引き込んでスカイファイナンスの資金を利用しようと考えたんですね。それで俺が断ったから先に金回りがいいと噂の塩原に近づいたのか。現在の天神金融の顧客を塩原さんに任す代わりに、塩原さんの資金を天神金融でコントロールして現状の危機を乗り越えるつもりなんでしょう。いいように利用されてるだけなのか、塩原。まあ、口が上手くて、この町の金融を支配できたら、あんたの、やりたいことも叶うんじゃないのか、みたいな。うまいこと言ったんかね。しかも有馬は塩原さんに返済能力のない顧客ばかりを回すはずです。ねん。有馬にしてみれば厄介払いをした上に資金を調達できて責任一応。一時的に危機を脱出できるかもしれませんけど、返済能力のない顧客のせいで塩原さんが経営危機に陥ることになれば、切り捨てられるでしょうね。その後の収支が見込めない限り、天神金融の先も長くはないってことだな。ってなると奥さんに金を貸すのもどうなのってなるな、これは。お電話です。誰だろう。もしもーし。ん？社長、今お時間よろしいでしょうか？名前と忘れした。エリーゼか。エリーゼの店長だね。なんだ？実は天神金融の狼が来て、働かせてくれって言ってるんですけど、なに？よりによってそこなの。店にか？はい。で、どうしたんだ？さすがにキャバ嬢にするには年も年なんで断ろうとしたんですが、免除掃除でも皿洗いでも何でもするからって引き下がらないんです。奥さんの方は本気なんだな。何もキャバクラじゃなくても他に何かあるだろうって言ったんですが、めぼしいところは全て断られたそうです。これは、あれだな、この、前にやってきた顧客で、親子連れがいて、まあ、旦那がやばいやつで、みたいなことを言って、この鴨町で仕事見つけてきてくださいよって言われた時に、いや、さてもう、あとは水商売しかないじゃないですか、私にそんなところで働けって言うんですかっていうことで、条件をクリアできなかった人がいましたが、まあその人とは対照的だってことですね。
何が何でもっていう気持ちなんでしょうね。まあ、カモロ町で天神企業の女将を雇おうってとこはそうそうないでしょうけど。まあ、有名人だからっていうのもあるんだろうけど。確かに年齢的にね、ハードルが高いっていうのは他のお店は、それを考えてっていうのもあるでしょうね。俺が店の経営者だってことは知ってきてるのか？それは知らないみたいですけど、何かあったんですか？いや、いい。とりあえずそこに引き止めておいてくれ。おう。今からそっちに向かう。わかりました。でも30分以内って言ってるから、今すぐ、雇ってもらわないと困るんですって、感じになるんじゃないのか。行った頃にまだいてくれるかどうか怪しいんじゃ。行ってらっしゃい。あなちゃんも秋山さんの動きを、ある程度信用してくれてる感じだけどな、今のこの感じは。でも一旦離れてしまったんだよな。これはこの、過去に時間が戻っているからこうなっているだけで。あーちゃん今どこで何やってんだろうな。要は今は思い出の中の花ちゃんなわけで。お店に向かうよ。結局キャバクラの経営の方はあんまりやってなかったな。てか経営もやれるし、あれ、このお客さんとして他のお店行くこともできるしで、結構リッチなゲームですよね、これ。ありは。ああ。てか格好が毎回違わないか、こいつ。偉そうな動きをするな。しかもお店の中入ってきやがった、こいつ。何をする気なんだい？わお。これはドンパチやってる感じだね。せつこ、マジでお前が仕事を探し回ってるって噂になってるぞ。一体どうなってるんだ？それは、会社のことはお前が心配する必要はない。ちょうど今、翔原とパートナーシップの契約を結んでいたところだったんだ。出たよ。歩き方まで同じになってるよ、こいつ。翔原さんなんでここに？アニマさんこそ急にどうしたんですか？契約の途中でいきなりいなくなっちゃうんですもん。あれ、オカミさんまで。どうかしたんですか？なんでもないんです。さ、戻って契約を済ませましょう。とにかく恥ずかしいまで忘れるな。いいな。身内と外で態度が変わるタイプなんだな。恥ずかしいのはどっちだ？秋山さん。おう。なんでお前がここに？ここは俺の店だ。何？お互い知らなかったんだな。まあ、秋山さんはスカイファイナンスの人っていうことで有名なんだろうね。このお店の経営者っていうこと自体は、あまり有名ではないみたいで。別にあんたが塩原と何しようが俺には関係ないんだが、こちらの節子さんは俺の客だ。今テスト中なんで邪魔はしないでくれ。なんだと？なんでおかみさんがテストを受けてるんですか？お前は気づいてないだろうが、実は天神君はな。黙れ。おい、お前らやっちまえ。こっちが喋ろうとすると喧嘩をふっかけてくるとは。こっちはガタイがいいからな。塩原と同じようにいかないでしょうね。ちょっと待って。ヒュワン！はい、三段切り。とりあえずザコはな、一瞬で減らしておかないといけないから。と思ったんだけど、全員勝てんね、こいつら。あたた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 、どうしたどういう。これで、貯めてから、はい、そんな切りで。おー、いいね、ザコはもう、いっそう。あとはアニマだけと思ったけど、はい、よいしょ。これで、来いよ、来いよ、来いよ、はい、来いよ。あ、ダメだった。よく考えたら、まだゲージ溜まってなかった。はい、はい、入って、入って、お、来ないじゃねえか、お前。全然攻撃しない。なんだよ、遅いよ。せっかく近敵でとどめを刺そうと思ったのに、それはされたくなかったんだな。うん、でもやっぱりヒーカクションをしっかり使いこなせると、一気にこちらに有利な状況を作れるから、やりやすいんだなというのを今更学んだ感じがするわ。アニマさん、悪いあんたの会社の経営状態を調べさせてもらった。今まで散々高い金利を取ってきた月が回って、過払い金請求と返済の焦げ付きで、経営は火の車状態だな。うん。塩原に天神企業の顧客を当てがうって嘘吹いて、塩原の資金を天神企業に回して、とりあえず現状の企業を乗り切ったとしても、今後も過払い金の請求は止まらないし、新規の顧客を抱える資金も工面できない。塩原の資金も現状の問題を解消するので精一杯。それに天神企業から当てがわれる顧客は返済能力のない顧客ばかりだ。顧客の返済をこじつき、しかも資金は天神企業に使われて、経営破綻は逃れられない。はっきり言うね。銀行も一応ケチがついた会社になかなか金は出さない。というか、一旦経営危機を乗り越えたところで、そこからもう一度銀行の融資を受けられないんじゃないのか？そういうわけでもないのかな？まあ、一旦立て直したんだったらまた、融資続けてもいいかなみたいな、そういう判断材料になるのかな？その辺は詳しくないんだけど。結局、新たな資金、融資がない限り、天神金融は塩原もろとも消滅するしかない。てか、塩原は気づいてなかったんだな。節子さんは分かってたんだ。
だから恥も外聞もなく、もう金繰り捨ててキャバクラの便所掃除までやるって言って俺のテストに答えた。覚悟の決まったいい人だな。本気であんたと一緒にやり直そうとしたんだ。絶好。テストは合格です。約束通り5000万円あなたにお貸しします。ありがとうございます。さあどうする？あ、今よ。歩いていっちゃったよ。なんかすごいぐったりしながら歩いていったけど、まあこれで解決はしたのかな。向こうはこっちはどうなるかわからんが、ありがとうございました。お前を助けようとしたわけじゃない。そうだね、節子さんのためだったね。やっぱり秋山さんの言った通りでした。何が？自分が本気になれば相手も答えてくれる。うん、おかみさんが本気で行動したから秋山さんはそれに答えた。それに相馬さんにもおかみさんの必死な思いがきっと伝わってると思います。うん、お前はどうする？目が覚めました。ちょっとお金が入ってくれていい気になっていました。それはあったな。今度こそ本気で、もう一度本気でやり直してみます。まあ身なりが綺麗なのは結構だからな。こっからなんか格好がヨボヨボになっていかなくてもいいとは思うんだけど、どういう姿勢で変わったことを見せてくれるようになるかな。まだ翔原の話は続いてくれるのかな。おう、夜になってる。まあ長い一日だったってわけだね。ん？夜になってなかった。ここはちょうど狩りになってるから夜になってるように見えただけでした。勘違いしてしまったね。怖そうな感じの人。ん？普通なかなか元に出てこないじゃん。でもすごい向かってるんだよね。そのくらいの時期なんだな、これ。ちなみにこれ、一旦サブは済んだってこと？おお。積んでますね。じゃあこれが一旦終わったから3000万の行方の話がまた復活してるって感じかな。じゃあこれを見て、秋山さん編を一旦完結しようかな。レベルは結局上がってないけど。まあいいでしょう。サブの人復活してるかな。してなかったらどうしようかと思ったけど、いた。この人か。お待たせしました。お願いです。今すぐお金が必要なんです。助けてください。話を聞いとこうか。とにかく落ち着いて、詳しい話はお店で聞きますから。この人は一体何者なのか。スカイファイナンス。このカメラ枠珍しいな。どういったご用件で？西浜と言いまして、コンサルタント会社をしているのですが、ほう。娘が誘拐されて？なんと。ということは身の代金？警察には連絡したんですか？できるわけないでしょう。警察に言ったら娘は無事に済まないと。お金で解決できるならそれで。身の代金を要求されてるんですか？まあ。でも誘拐事件なんてほとんどが失敗で、犯人は警察に捕まってるんですよ。まず警察に通報して。だからといって私は娘が無事に済むとは限らないじゃないですか。確率とかの問題じゃないんです。まあなあ、親心としてはそうなのかもしれないが。もしも犯人が捕まったとしても、娘まだ嫁入り前なんですよ。もしものことがあったら。事情は分かりました。でも金を用意したところで娘さんを無事取り戻せるかどうか。まあね。結局、犯罪を犯して金を要求してくる人間に金を渡したからといって、分かりました。じゃあ約束通り娘さんをお返ししますねってなる保証はないよな。そんな優秀なこと言ってられないんです。これを見てください。なんか危険な状況の写真が送られてきてんのか？あらあら。どっかのキャバクラかホテルかな。なるほど。でもメールの差出人から調べれば犯人が分かるんじゃないんですか？娘の携帯を使って送られてきたんです。返信したんですが、電源が切られてるみたいで。その写真、俺の携帯に転送してもらえますか？別にいいですけど。秋山さんは見覚えないかな？キャバクラのお店の中っぽくはないよな。てか、キャバクラのお店の中で娘誘拐なんてできないだろうからな。すいませんね、商売柄疑い深くて。それで、おいくらぐらいご入りようで？犯人からは1億円って言われていて、預金を解約したり、銀行からの借り入れで7000万円は用意したのですが、必要なのは残りの3000万ってことですね。はい。ここなら無利子無担保で貸していただけると聞きまして。いろいろと条件はありますが、俺の出すテストに合格すれば無利子無担保でお貸しいたしますよ。よろしくお願いします。まあ、ワンチャン狂言という説もあるからな。このテストはちょっとハードル高めに言っといた方がいいのかな。やっぱり断る？これはどうなんだろうな。サブを一旦中断するかどうかっていう話なのかな。まあ、受けさせてみよう。それともあれか？やっぱり断る。このまま貸しますで、娘さんのことをっていう風にした方がいいのかな。時間もないようですから。テスト受けてる最中に、
なんか、怒っても困るよな。悪いけど、西山って男のこと調べてくれる？会社の経営状態の方もね。ちょっとお待ちくださいね。黒い噂が出てきたりする？出ました。家族構成は娘一人の三人家族。娘さんは高校生のようですね。うんうん。なるほど。高校生ね。確かに高校生には見えるな。には。西山さんに逮捕歴もないですし。娘さんは何度か補導されているみたい。うん、うん。危ないお友達でもいたのかな？それで？コンサルタント会社の経営ですけど、特に悪いわけでもなさそう。借入金も普通程度。まっとうなところなのかな。普通の家なのに誘拐ね。確かにそこは気になるな。はぁ、あ。契約、取ってきました。これでいいんですよね。ご苦労様。確かにテストは合格ですね。そちらは無理し無担保で。約束ですしね。3000万お貸しいたしますよ。ただ額が額ですので、今すぐというわけには。3000万円なんてお金、ここにはないですよ。お金は犯人との取引現場に届けますから、その方が安全でしょ？そうですね。じゃあ今日のところはこれで。連絡をお待ちしていますから。わかりました。今日のところは帰ります。3000万円絶対にお願いしますからね。娘さんの方が狂言を働きかけているという可能性も、なくはないかな。多分すぐに電話かかってくると思うけど。それはいいんですけど、本当にお金貸すんですか？すっごく怪しいんですけど。まあテストに合格したからね、これで貸さなかったら俺が嘘つきになる。嘘つき社長なんて嫌でしょ。それはそうですけど。それじゃあちょっとお出かけしてくるから、お金の準備よろしくね。これであのクソでかい金庫を開けて、中からお金用意して、っていうことをやってるんでしょうね。はあ、じゃああのお金の光景を見て何とも思わないのかな。慣れてんのか。最初に紹介された時にもドン引きしたと思うけどな。なんすかこの額って。まあ、俺はそこまでお金に興味ないというつもりではいるんだけど、あお。正直、あの額目の前で見せられたらちょっと心揺らぎそうだもの。スカイファイナンスの秋山です。秋山さんはもう、ね、腐るほど持っているという自覚があるからいいんだろうけどな。他の人はちょっと怖いよな。秋山さんですか？犯人から電話がかかってきました。それで、取引場所は？公園前通り。カブラ町ヒルズの建築現場近くのタクシー乗り場です。タクシー乗り場？はい、お金をタクシーに乗せろって、娘の居場所はその後で知らせると。なるほど。じゃあとりあえずミレニアムタワー前で待ち合わせにしましょうか。お金はすぐにお持ちしますので、太平通りのコインロッカーの前まで来てくれます？あ、はい。それじゃあよろしくお願いします。俺の読みとしては、おっちゃん自体はなんか普通に、誘拐だ、大変だってなっているけれど、娘の方に案があるという予想なんだけど、おっちゃんの方も乗っかってる可能性はなくはないのかな。確かに犯人から口止めをされていない。そこは疑問なのか。あなちゃんからお金を受け取るか。まあ、正直、警察に連絡するなっていうのは、警察に連絡したらバレるみたい、云々みたいな話って結局、このスカイファイナンスの秋山さんに相談してるのも同じぐらいの危険度だって考えたら、他人には言うなよって言った方がいいというか。こうして電話のやり取りをしている時点で、犯人がそれを見たら、もう警察に連絡したなってなりかねないんだし、これが普通にまかり通ってるのは疑問という話もあるのか？はい。3000万円ですよね。アタッシュケースに入れておきましたよ。Thank you。3000万円、3000万入ったアタッシュケース。なんでもさ、カムラ町ヒルズの建築現場近くのタクシー乗り場で取引するんだって。なんでそんな場所ってって感じするよな。こういうのって大体不当とかじゃないの。まあ、社長のお金ですから好きに使っていいんですけど。いつも悪いね。俺の好き勝手に付き合わせちゃって。私も好きでやってますから。社長危ないことに首突っ込んの悪い癖ですよ。危ないことに首突っ込んでも平気いられるぐらい強いのが悪いのかもしれないけどな。まあ、とりあえず、ヒルズ前じゃなくて、ミレニアムタワー前ですね。行きましょう。まあ、タクシーによってそのままずらかるっていう感覚は、本当に警察に連絡されていないという前提であれば、悪くないのかもしれないんだけど、なんというか不用心すぎるというか、犯人側の計画性のなさみたいなものというか、それはちょっと爪が甘いんじゃないのと思えるようなところに、本当の誘拐計画なのかどうか疑わしいというのは常にあるね。まあ何にしても話を聞いておくしかないね。お待たせ。すいません、お待たせしちゃって。いいんです、お金さえ貸してもらえれば。それでお金の方は？ここにありますよ。中身確認します？いえ、いいです。秋山さんのこと信用してますから。そうですか？じゃあこれお渡ししますね。もう一つお願いがあるんですけど。何事？まだあるんですか？兄との受け渡し場所に一緒に来てほしい。一人じゃ怖くて。
でも見知らぬ奴が一緒に行って大丈夫ですかね？娘さんが危ないんじゃ。え？いやー、それはそうですが、やはり一人は心細くて。お願いです、一緒に来てください。カブラ町の危なさを考えたらなんか、わからんではないんだけど。とはいえだよな、警察に連絡したら娘がどうなるかわからないって、言っていた人の態度としてはどうなのという気もちょっとしなくはない。まあ、ついていくよ。ありがとうございます。なんだかな。行動の内容に若干のちぐはぐさを感じられるという感じではあるな。タクシーの運転手に。西山さんですか？はい。西山は私ですけど。カバンだけ運んでほしいって言われたんですけど。はい。これです。運送屋じゃないんで本当はこういうの困るんですけどね。どこに運ぶか聞いてますか？いやー、とりあえず、後で電話で指定するって。それではこれ、預かっていきますね。タクシーのうんちゃんはグルなのか？もしもし。邪魔です。犯人からの電話です。これは秋山さんになんか、この証人になってもらいたい的な感覚なのか？カバンはタクシーの運転手に、それで娘よ。ミキは？え？西公園のトイレ？おい、ちょっと待て。おい。西公園のトイレってここでいいんだったっけ？西公園のトイレに娘がいると。あら、いるね。どうやって連れてこられたんだろうな。無事だったか？ひどいことはされなかったか？大丈夫。高校生、まぎり見えなくはないのか？秋山さんは常に疑いの目を見ているが。この人は？秋山さんと言ってね、お金を貸してくれた人だ。ミリの恩人だよ。ありがとう。床に巻き込まれた健全な親子を見せかけているのかな？うん。それで返済期限なんですが。わかってますが、私の用意した7000万と合わせて犯人に渡してしまいましたので、すぐに返すということは難しいんですが、お借りしたお金は無利子でいいんですよね。まあそういう約束ですからね。それで信用書に判子かさえお願いできますか？これで。はい、ありがとうございます。じゃあこの書類、店に届けないといけないので。本当にありがとうございました。お金いつか返しますから。カムロ町でこんなスムーズに、人とのやりとりが、終わるなんてことがあり得るのか。監禁されてた割に元気だね。さて一旦、スカイファイナンスに戻るか。アナちゃんから。お、黒いところが出てきたか？もしもし？社長、娘さん無事だったんですか？まあね、無事も無事。ピンピンしてたよ。監禁されてたんじゃないんですか？そうなんだよね。いろいろとさ、妙な感じがして。だいたい人質を先にトイレに置いとくって、お金渡さなかったらどうしてたんだろう。とかさ、確かにね。確かに変な話ですね。やっぱり騙されたんじゃないんですか？まあね、だけどさ、知りたかったんだよね。何を？家族ぐるみで金を騙し取ろうとしたんだ。どうしてそこまでしようとしたのか、ね。そういうところ社長の悪い癖ですよ。悪い癖多すぎる。まあいいじゃない。それじゃちょっと調べに行ってくるから。それなら情報、タクシー会社の予約記録を今調べてるんですけど。やっぱりおかしいですね。てかタクシーの予約記録って調べられるの？ハッキングじゃないの、それ。身代金を乗せたと思われるタクシー。そのままカモロ町をぐるっと一周して、七福通り西の児童公園のあたりで止まったみたいです。あーちゃん、そんなことまで調べてくれたの？私も気になってたんで。騙すのも騙されるのも嫌ですから。さすが。七福通りの児童公園ね。あのあたりって、もしかしてマンホールから中に入って、カジノで大儲けしてやろうとかそういう流れじゃねえだろうな。ワンチャンそんなのあったらもう、俺だったら人間不信に陥るけどな。自分の用意した、違う。この借り入れた7000万を使って、カジノで爆勝ちすることができれば、こんなお金すぐに返せるぜ、みたいな。兄貴をやったのはお前か？謎の因縁をふっかけられてしまった。こっちはやっといて、こいつを倒してから、これで、はい、来なさいよ。はい、オッケー。インテリー。おいー。因縁深き来たんだったらこれくらいは確保しておかないとな。え、普通に人違いだったの？人違いだという前提で因縁を吹っかける感じではなくて、ガチに人違いで襲、なんというか、仇だと思っていたのか。なんだかなーって感じだったね。
児童公園。ん？いる。あれ？でも、パパの方はいなくないか？トイレでギボーってやってる人じゃないもんな。あのさ、ちょっといいかな。もしかして、ニジャマミキさんのお友達？そうだけど、おじさん誰？ミキさんのパパと知り合いなんだけど、うまく騙したとか言ってなかった？あ、いいのかな？話しちゃって。言ってたんかい。あのね、都市伝説みたいなものなんだけどさ、この神室町にただでお金を貸してくれる伝説のサラ金があるんだって。本当はお金返さないと殺されるんだけど、うまく騙すことができたらお金を返さなくてもいいらしいんだ。返さないと殺されるなんて噂立ってんの。はあ、伝説のサラ金。その伝説のサラ金を騙してすっごいお金手に入れたらしいの。2億とか？え？まあ、ミキのうち、医者やってるから噂だと思うんだけどさ。でもブランド物の服とかアクセとかバンバン買っちゃってるから、もしかしたら本当なのかもって。なるほどね。ありがとう、よくわかってる。まったく手目が甘いなぁ。カモロ町でブランド物と言ったら、ル・マルシェか。え、いるの？そこでいたらもうなんていうか爪が甘いなんてレベルじゃないと思うんだけど。え、本当に伝説の町人みたいなやつがいて、そこで 2億借りたから、その返済に当ててるかとかそういうわけじゃないんだよな。2億借りたっていうのはふっかけてるだけなのか？いまいちわからんぜ。ル・マルシェはこっちの方が近いな。まあ、ブランド物を買い漁る、そういう、見えっぱりなところがあって、俺が金を借りたのも、2億円なんだぞ、本当は3000万なんだけどっていうことを言いたかったのか？秋山、呼び捨てにするんじゃないよ。西山、右だな。右なんて知らないもん。いや、社員だから。あと、追うの？チェスパッドではないのね。タックルで止めようとかそういうわけではないっぽい。ん？どこ行ったんだ？ちょっとあんた、今若い女が走っていかなかった？すぐそこでタクシーです。構えてた？どっちにいたかわかる？なんか運転手に劇場回りって言ってたよ。おさ、何の人？ストーカー？こんな渋いストーカーがどこにいるのありがとう。いや、いるかもしれないけどな。劇場前ね。タクシー、この辺にいないじゃねえか。劇場前。遠いな。タクシー使うか、俺も。タクシー使って劇場前までちょっと早めに来たよ。いるかな？ん？いないか？あれ？劇場前ってこの辺じゃないのか？なんか話できる人いるか？こんなところにもタクシー入ってくるんだからな。今日もすげえ飛ばしてたし。そのタクシーのことで聞きたいんだけど。タクシーどっちに行ったかわかるかな？ホテル街の方だったと思いますよ。なるほど。そっちなのね。確かにこの辺って普通に車道だよな。なんかもう歩行者天国みたいになってるけど。カモロ町的にはこれでいいんだろうか。ん？タクシー？この人か？この格好の人はさっきも見たと思うんだけど。久々にエキサイティングなドライブだった。タバコがうまいぜ。なこと言ってる場合って。天領通りから若い女乗っけていきましたね。おうよ。この旅行のタイムは自己ベストだな。捕まりなさいよ。その客降りてどこ行ったかわかりますか？そこのホテルに入っていたね。多分406だね。なんでそこまでわかんの？なんで部屋までわかる？だってあの子乗ってる間、本音みたいにずっと406、406って言ってんだもん。相当当ててたみたいだね。なんともまあお粗末な。406ね。じゃあそこで、あの、監禁写真も撮った感じかな？赤レンガね。ここは、懐かしいな。リキャと入ったんだっけか？わあ、見覚えある。秋山さんはなんて言ってここ通してもらったんだろうな。先約がいるんで、みたいな。中で待ち合わせる予定だったんですよ、みたいな。4人もよって一番奥の部屋とはな。さて、何が飛び出すのやら。え、ムービーあるの？泡風呂でも使ってんのか？何してんの？わあ。普通に汚いんですけど。お札って雑菌まみれとかじゃないの？これミキなの？まだやりたい放題やってくれてるけどな。何やってるの？あなたも早くいらっしゃい。こんな感じなの？こりゃ呆れるな。え、3000万でここまでできないよな。何これ、ギャグ？
おいお前、秋森見つかったらしいぞ。え？あ、奥さんってこともしかして。妻だった。キャー、何覗いてるのよ。あ、でも、小女房が風呂入ってるところに来るなんて、非常識にも程があるぞ。てか、お前は、え、なんなの？あの、夫婦で、ラブホテルで、お金風呂で、楽しもうとしていたところに娘を連れ込んでるの。意味がわからないんだけど。というか、娘が、この夫婦の、あれこれやっている、ホテルの部屋番号を知ってるってこと。あまりにも、オープンすぎないか、家族構成が。勇者は無理だ。人の金使って何やってんだ。今日から金を騙しとって、それでやってるのはこれか。もうちょっとなんかいいことなかったんかって感じするな。俺は子供の頃からさっさまブロが夢だったんだ。私の裏を見てどれだけ憧れたか。憧れるかな、あれ。まあそういう人もいるのかもしれないんだけどな。さっさま風呂に入れる人間なんてね、世の中に数えるくらいしかいないのよ。まあ秋山さん頑張れば入れるけどな、余裕で。下手したら25メートルプールぐらい埋められるんじゃないかぐらいあったからな。俺を騙してまで金が必要だった。よほどのことがあるかと思っていたのに。俺はな、どん底に落ちた人間が自分の力で人生を変えていくのを見るためにお金を貸しているんだ。それなのに、こんなバカバカしいことに使われるなんて。やるか。俺たちの夢をバカにする気か。こうなったら、俺の夢のために死ね。人生棒に振り切りなのか、こいつ。うえぇ、水剣の使い手なの。やだわ。そういうわけにもないのか。へい、へい、へい。あれ、意外と弱い。意外とじゃないよ、一方的に弱かったよ。ほぼ全裸みたいな男を一方的に殴りつけるという悲しい事件が発生してしまったな。金は全額返してもらうぞ。いいな。別にあんたらお金には困ってないんだろ。あ、いい。会社のお金と合わせて累計2億ぐらい釣り込んだらあの札束ブルができたってことでいいのか。ここまでくだらない使い方があるとはな。ある意味新しい発見をさせてもらったよ。秋山さんは絶対にやらないだろうけどな。元気出してくださいよ。あ、一風呂浴びていきますか。食べられないだろう。まったく。てか、こんな BGM、リュウガーごとくで聞いたことないような気がするんだけど。よかったら記念にどうぞ。金の皿。もうこれ気も失せた。金は回収するから、あとは好きにしろ。てか、会社の金でやるよ、もう。じゃあ、最後に家族みんなで笹風呂に入るか。娘も娘だな。この親にしてこの子は愛というか。秋山さん的にはなんか悲しい経験になってしまったな。まだ俺の知らない世界があるんだな。いい勉強になったって感じかな。もうそう言わないと納得できないけどな、こんなの。という感じでした。秋山さんはもう、いいかな。これラストのサブでいいのっていう感じあるけど。ま、他の人たちの話も見ていきたいですし。わざと絡まれて経験したためましたが、残念ながらレベルは上がらず。まあ、秋山さんはこの辺で OK かな。あーちゃんがいるこの世界線から離れるのは少し寂しいですが。けじめはついたかな？これで、しばらく休むはこの状態で夜になるって感じかな？あとはやるべきことをやりますか。これの椅子に座ると、もう一回あの世界に戻っていくわけだな。もう完全にタイムリープだけどな、これ。でも演出したらちょっと面白いね。でも花ちゃんがいない以外は何も変わってねえんだよな、ここ。それでは、主人公を交代しましょう。秋山さんの釣りは、冴島さんだったね。秋山か、何や頭にはゆっくりしてるどうや。用があるんやったら代わりに行ってきたらで。そうしましょう。そうだね。じゃあお言葉に名前言おうかな。冴島さんと、秋山さんの絡み全然なかったと思うんだけど。一応、運命を共にする男たちとして、お話はできるんだね。では、冴島さん行きましょう。レベル13か、結構強いな、この時点でも。能力強化は、あ、結構残ってんな。清流の木ぐらいはやっぱり、竜が如くっていうぐらいだからな。ちゃんとみんな覚えておいてもらおうかな。氷。力を貯めてヒートゲージ増加。なんかこういうのあんまり使わないんだけど。あったらあったで便利なのかな。ということで一応覚えておこう。まあ、これを覚えておくことによって他のやつもあったりするしね。一気にヒートゲージを増加させる。まあ、あんま攻撃してこない相手に対してはこういうの使い勝手あると思うんで。覚えてももらいましょう。ダッシュタックル。
マシリ状態から繰り出すタックル。西島さんの体格パワーで、ダッシュタックルなんてされたらもう、たまったもんじゃないでしょうけどね、みんな。じゃあ、お出かけしましょう。西島さんはどこにサブあるかな？ないってことないと思うんだけどな。サブウォッチャーみたいなのって、西島さん持ってなかった？ロカティウォッチャーしかないのか。しかないっていうのもおかしな話だけど。サブウォッチャーないのかな？まあ、とりあえずサブがないか探してみましょうか。マップに完全表示されないんだっけかな？本当に今抱えてるやつで全部なわけないだろうしな。てか、一個も解決しないのか。これ解決しないと次のが来ないっていう可能性もあるのか。ガムチカのホームレス。そういえばあったな、これ。姉と弟ってタイトルなんだな。ってことは、あの、金を吸った子供、弟、あいつに姉さんがいていろいろ大変なんだっていう話になるのかな。じゃ、ちょっとカムチカの方行こうか、久しぶりに。あの、お話が全く決着つかないのもちょっともやっとするしな。とりあえずサボをいっぱいこなして、ん？身分証明書？え？うっそーん。警察から逃げ切らないといけないのあるのね。困るんですけど、やめて！はだせー！うわぁ、これだけ公務執行妨害で、いろいろ言われてもおかしくないけどな。逃げ切れるのか？なんとか逃げ切ってやな。ガムチカ移動するのもこんな大変なの？まあそうか。西島さんにとって楽な状況ではないもんな。身分証明書。なんか誰かに、偽りの身分証明書用意してもらうとかできないのかな？完全に犯罪だけどな。とはいえまあ、現時点でもう犯罪みたいなもんだからな。太平通りのコインロッカーの他にもらって、サブを進めましょう。まあ、西島さんはもともとサブが少なめという可能性もなくはないけどな。こう、いろんな奴に喧嘩売られてしまうから、どうにもこうにもっていうのはありそう。子供の釣り。中樹のことか？今日は見てねえのか。てか、金を払わないと教えてくれなさそうな奴って誰だったかな？こっちだったか、反対側だったか。こっちいないということは反対側じゃねえか。遠回りしてしまったぜ。コインロッカー、地下の借りって持ってなかったっけ？あれ？めっちゃ持ってね。みんなで共通してんのこれって。形状記憶スプリング。まあ、とりあえずいろいろ集めてみようか。西島さんの方で。西島さんなんかあんまアイテム持ってないからちょうどいっちゃちょうどいいと思う。スタミナスパーク。こいつはっていう。上から順番に。バーストのお守り。そば、カジノとかあの辺あんまやってないんだよな。モノグラムのバッグだ。偽物しか持ったことない気がするんだけど、これは本物でいいのかな。ん？レッドシャーク？重力変換装置？なんでそんなえげつねえもん持ってんの？重力変換装置がロッカーにあったら重力変換されて突然浮き出すとかじゃないのか。退治した金属片。血染めのさらし。他の作品でも見たことあるけど、血染め感がやばいな。鋼鉄のレガース。埼玉さん、そういえば装備品ちゃんとつけてないか。もちろんいっぱい嫌でー。じゃあ、ロイヤルジョーカーは送っちゃいましょう。埼玉さんの装備品強化はありかもしんないね。合成ポリマー。あとはゴミの変換もやっとかないとな、エコ太郎。虎川のベルト。これ埼玉さんにすごい合ってんじゃない？守りのご利益があるらしい。じゃあ、刑務所で積んできた大事なヨモリをちょっとここで預けておこう。ポケットティッシュ。なぜポケットティッシュが一個だけ入っているんだ。曰く付きなのか？うん、一旦こんなもんでいいか。他の人でも共通して開けられるんだったらこれでもいいかなって。この街は我が物顔では決まっているようだな。こんなところで警察が飛んできそうな喧嘩を吹っかけないでくださいと言いたいところなんだけどな。西島さんのアクションはどうしようか。まだ、学びきれてないところがあるな。とんでもない吹き方するな。へい。このチャージでどうにかするというのはいいと思うんだけど。痛いよ、もう。見ねえよ、見ねえよ。かなりの超パワーファイターって感じですね。ただなんかヒートアクションでこうするのがいいっていうセオリーはちゃんと見つけておいた方がいいな。スタミナロイヤル。秋山さんはとりあえず三角切り使えば大体なんとかなるみたいなイメージあるけど。西島さんの場合はどうかな。ちょっと能力確認見ておこうか。
大体こういうのは、典型か。あるいは、どれだったっけ？典型か他のやつを確認しておきたいところ。極み系か。掴んで特定地形。敵を掴んで壁の近く。ヒート状態。壁投敵。ああ、これは見たことあるやつだな。武器。なんとなくパワー系のやつが多いから。ダウン追撃も一応あるね。敵を掴んでダウンした敵の近くで。これは、あれだね、キユちゃんもよくやるやつだね。これは何なんだろうな。敵が壁にぶつかり跳ね返ってきている最中に弱い。そんなことできんの？一回マジマナリティやったと思うんだけど、なかなか決めるのは難しそう。まあ、なんとなくこれで覚えておきたいところだけど。あ、これがあれなんだね。まあ、必殺オーリケートがこれだけど。複数人にダメージ入るのはダウン状態の敵に対しての追い打ちぐらいか。この辺はもうちょっとあれだね。ちゃんと覚えておきたいところですね。極み。でも赤点滅時の状態ばっかりだな。ダウン掴み習得後。スイングの極みは使い勝手良さそうだから、ちょっとこれは覚えたいかな。と、まあ目標を立てたところで、こちらも行こうか。さっきの兄ちゃん、札の準備はできたんか？力ずくだと喋ってくれないんだよね。ほらよ。ちょいじゃら、駐車場の方に走って行ったよ。多分これ話をしないと駐車場の方に現れないんでしょうね。ってことでいいのかな。とはいえ、駐車場も結構広いからな。どこなのかわからないんですが。駐車場の具体的に何番駐車場のあたりにいるよとか言ってくれないとね。まあ、ホームレスがそこまで見ているわけないし、そこまで見ていて話してくるんだったら完全に売ってると、同等だからな。10時からしたらたまったもんではないでしょうし。そんなことにはならないというわけだね。でもいないよ。10時、お前どこ行ったんだ？あ、いた！お前だな。もう逃げらんねえぞ。1枚、2枚。妖怪かかんか、お前は。あのおっさんしててんな。悪かったな。盗んだ金返してもらうぞ。なんだよ。これがおっさんの金って証拠でもあるんか？おだしくせい、人のもん盗んだらあかんて、親父に狙わんかったんか。うるさい、父さんもういないよ。坊主、ちょっとついてこい。お、ついてくるの？ついてくるんだね。まあ、なんとなく雰囲気で悪い奴ではないと、いうふうに、感じたのか、もう観念したのか、どうなのか。名前はなんて言うんや？中字。井上中字。中字？中字かな。ただしなのかな、もしかして。なんかずっと中字って呼んでたけど。まあ、ただしと呼んどこうか。なんでただしみたいな子供がこんなとこにおんのや。母さんも父さんも2年前に交通事故で死んだ。一人ぼっちっちゅうことか？一人ぼっちじゃない。これで姉が出てくるのね。お姉ちゃんがいる。あきこお姉ちゃん。井上あきこ。これまでには登場してないかな。借金取りに連れて行かれた。父さんの借金の方に行って。養護施設に入ることになってたんだけど、親戚がいる人は養護施設に入れないって言われて、それで姉ちゃんと一緒に、田舎のおじさんの家で暮らすことになったんだ。え、養護施設ってそういうもんなのか？それでどうして姉ちゃんは借金の方に連れて行かれることになったんや？親戚とか言ってさ、あいつら最悪だよ。姉ちゃんのこと借金取りに乗りやがって。最低だな。そういうのって、その親戚も警察に捕まったりしないのか？普通に犯罪だと思うんだけどな。いや、そうでもないのか？でも売春斡旋とかになったら引っかかりそうなんだけどな、とか思ってみたり。東京から田所っていう借金取りがやってきて、父さんは借りて500万を返せって。金がないなら姉ちゃんを借金の方によこせって。それでお前んとこのおじさんは姉ちゃんを売ったんか。姉ちゃんもこれ以上おじさんたちに迷惑をかけたくないって。別にいいんだよ。人のこと売るようなおじさんなんて迷惑かけてなんぼやで。それでお前は姉ちゃんを助けるためにカムロ町まで来たんか。すごい行動力じゃないか。お小遣い貯めてそれで。そうか。遠い目をしてるな。まあ、どうしてもこの状況をなんとかしたいんだけれど、子供で、しかも周りの音はね、信用できねえし、どうすることもなくっていう、なりふり構わずな状態だったわけだ。実は俺にも兄弟がおってな、まあ、俺の場合、姉ちゃんじゃのうて、妹やけどな。妹。やつこっち言うてな、俺が言うもんなんやけど、優しいやつやってて、離れ離れになってしまうだけどな。ずっと会ってないの？まあな、おっちゃんにもいろいろあるんや。で、お前の姉ちゃんはどうなんやな？
お前に似てやんちゃなんか？やんちゃなんかじゃない。優しい姉ちゃんなんだ。母さんが死んでから姉ちゃんが僕、俺の面倒を見てくれて、本当に優しい姉ちゃんだった。まあ、兄弟の苦労話には弱いよな。よく頑張ったな。今まで一人でよう戦ったな。おじさん。姉ちゃんを取り戻すのに金がいるんやな。500万を返すか、借金取りの融資事をしたら姉ちゃんを返してくれるって。だからすりしてたんか。子供だからどこも雇ってなんかくれないし、それに借金取りがやれっていう仕事なんて俺にできるわけないし。別にすりをすんなって言ってるわけやない。そんなやり方じゃいつまでたっても500万って金たまらへんぞ。そうなんだよな。一つ確認してくれよな。おい、姉ちゃんが大事か？当たり前だろ。姉ちゃんを取り返すのに、ここまで来たんだ。このガキの頃に親が死んで、妹の安子が、大事でしゃあなかった。妹だけは俺が守りにやってがむしゃらにやった。でも俺はガリやった。結局警察に捕まったりチンピラにボコボコにされて、妹と別れて暮らさなあかんって時があったんや。おじさんそんなに強そうなのに？強くてもな。強くてもダメなんだ。ガキの頃なんて強い中でもたかが知れてる。そんな俺と妹をある人が助けてくれた。その人のおかげで一緒に暮らすことができたんや。それが、些細の応じきってこと？わかるか？今の俺がおるもんも、その人のおかげと言ってもええほどやねんぞ。その人に礼を言ったら、礼はいらん、大きくなったらお前も誰か助けてやれる人間になるって教えられたんや。すごい人だな。俺の恩人や。だからな、ただし、お前の姉ちゃん俺が助けたる。俺がお前の力になってるわ。本当に本当なの？ほんまや。お前の姉ちゃんをさらってった借金取りのところに連れてってくれ。俺が話をつけたるわ。頼もしすぎる。ささいの親父。親父が俺に教えてくれたこと、今度は俺がこのガキに教えてやればなんやな。かっこいいね。こう、世代間の意思の引き継ぎというか、考え方が、その次の代に繋がっていくっていうのに弱いんだよな。お、あんたらかい？田所とか言うやつ、俺か？なんや、社長に何の言うや。三してに言うはないや。黙って聞かれたことに答えるよ。相手見て物言えよ、おっさん、それはお前もだぞ。この強そうな課題に対して、おっさんと言っていいのか、お前。だから言うはないんやけどな、邪魔するんなら気がするで。タコだったお？そういう言動と、三人がかりでやってやろうっていう、考えが抜けていないところがそこだと言ってんだよ。舐めとんのか？そんな口、やつを立ちんようにしてやら。田所の手下、カムロ町の男たちじゃないぞ。お前ちゃんと名前もらってんだな。まったく贅沢な名だよ。お前は今日から、カムロ町の男だよ。間違えた。あん、なかなか極みが発動しないじゃないのよ。やめて。なかなか、あれ極みここでいいのか違う。わ、もうちょっと壁に近づいてきてくれよ。はぜぇ、あさんかいわり。んー、じゃん、じゃん。はい、極み。はい、ゴロ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 。結構強いな、これ。んー、じゃん。いいね、チャージがうまいこと決まると楽しいんだよな。多分波のガードだったら一発で割れるでしょうしね。おじさんむちゃくちゃ強いんだね。やろ。なんや、今頃気づいたんか。何もない、お前。田所、このビルの事務所におるんやな。邪魔するで。邪魔するんなら帰ってって言ってくれるのか？言ってこなさそうだな。田所、俺なら出てこいかい。この人か。社長は忙しい人ですしね。話なら私たちが聞きますよって。だがに用はないんじゃ。怪我してなかったら突っ込んどりゃ。どうだい？田所の手下。贅沢な名だね。お前たちの名前は、今日から下だよ。本当にそう思ってる？はい。田所、ぐる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 、攻撃が当てられない。ふんふん。あれ？壁なりでした。お、新しいのひらめいてる。おい、これは痛い。なかなかワイルドな技はひらめいてるな。今までひらめいていなかったのが、不思議なぐらいの、すごい技ですよね。お前もなかなかのパワーを持っているな。でも、俺も負けていないぜ。ぐえー。ヒートゲージがなかなかな、溜まってる溜まっていないを判断、ミスることが多いのは良くないね。普通に追い打ちの極みで行けばよかった。これをいや。よし、結構キーに決まったね。さ、話をつけようか。ひぃ。だから言うてやるが、怪我するってな。
お前が田所か。ええ、私が田所ですが。今日は何のご用ですか？この状況でも、なんとか物おじしないあたり、結構強いのか、この人も。この坊主のことでちょっと話がある。話ねえ。あなたの家では話をするときに殴り込みをかけろって教育しているんですか？そうだね。違うお家だけど、そっちではそう教わったと思うよ。ああ、せやな。礼儀知らない奴には何をやってもええって教えられたわ。そうですか。私どもとしては、こういったことは二度とご遠慮したいところですね。それはお前の心がけ次第や。それで本日はどのようなご用件でしょうか？この坊主は知ってるな。えらく汚れてしまったからわからなかったけど、姉さん思いの正しくんじゃないか。ちゃんと名前覚えてんだな。そこは偉いな。あって、なんて名前だったかなぐらいのこと言ってもおかしくないんだけどな、悪党だと。あれから半年経つけど、お金はできたのかな？まだお金はできてない。それじゃあ何の用かな。俺が正しの代わりや。おい。あなたが、確か田舎にいるおじさん以外、見えちゃいなかったと思うのですが。まあ、兄弟の杯を交わした中だ。あがなたにや、それがなんか問題あるんか。いえいえ、このご時世に、既得な方もおられるのだと感心しているんですよ。なら問題ないんやな。問題はありませんが。なんやなんや。500万回使う、私の依頼して仕事を引き入れたら、お姉ちゃんをお返しあげるというのは、正しくに対しての条件でしてね。あなたが肩代わりするというのなら話は別です。どういうこと？首をかしげるの可愛すぎる、冴島さん。500万を返してもらうのではなく、私の依頼する仕事を引き受けてもらいましょう。500万円分ね。何をお願いしようというんだ。人殺しとかだったらお断りするぜ。仕事は一回ではありませんよ。500万円稼げるまで仕事を引き受けてもらいます。それで、って言うてやるが。特別に稼げる仕事をお手配いたしますよ。こちらこそよろしくお願いします。仕事が用意できたらこちらからご連絡いたします。鈴木や、まあ、そこは、偽名なんだね。鈴木さんですか。いいでしょう。よろしくお願いしますね、鈴木さん。実は正体知ったりしないだろうな、お前。その代わり、お前も、ただしの約束ちゃんと守ったらよ。こういうところでいいな、約束を守らない大人がいるからな。ただしみたいな犠牲者ができてしまうわけだから。本当に良かったの？あいつの仕事ってきっと悪いことだよ。構えん。俺はもともと悪者やからな。今でもそうや。でも、ただしのことを助けてはくれているんだ。ええか、ただし。よう覚えとけよ。この世の中で一番悪いことはな、困っている人を見捨てることや。俺は親父にそう教えられた。だから、俺はお前を助ける。そういうことや、分かったか？礼は姉ちゃんに会えた時に聞かせてもらうわ。でも俺、お前行くところないんやろ？そうやったら俺の味噌におったらいい。一人ぐらい増えてもどうってことないわ。僕ちょっとやることあるから、おじさん先に帰ってて。なんだろう。祝勝パーティーかな。おじさんがきっとお姉ちゃんに会わせてくれるから、今のうちにお祝いのパーティーをするんだ。僕が幹事をやるんだ。金メッキの皿。メッキだったわ。見た目は高そうだが、かなり血が低い。拾って、やったーって思ったらメッキだったっていう、かなり残念な思いだったでしょうね。送ったら、大きいな。じゃあまたね。仕事というのは携帯に飛んでくるのかな。あれでもよく考えたら、冴島さんって携帯持ってたっけ？ん？どうした？ちょうどいいところに姿を現したな。お前らさっき地下で女を襲おうとしてた連中か？さっきはよくも邪魔してくれたな。あの女の居場所を知ってるなら素直に喋った方が身のためだぞ。これはまた別の話だな。あの、CD、ロムをどうこうとかって言っていた。CD ってないやって、冴島さんが言っていたあれだな。別件だよな。あれがお姉ちゃんなわけないよな。でも言うな、CD ロムどっかって聞いてんだよ。CD ロム？くっ、バカにしてんのか？バカにしてんじゃないよ。部署に入っていたから知らないんだよ。素直に喋らなかったことを後悔させてやるよ。冴島さん的にはなんか耳で聞いただけの音だから、何回言われても耳慣れないというか、結局何を言っているんだこいつらっていう感じなんでしょうね。はい、はい、はい。はい、どっこしょ、どっこしょ。極み、くるりん、ちょうどいいところ。はい、はい、はい。はい。グー。ガード終わる。大したことなかったな。ガードしてくる厄介なやつに、まあ、掴みもいいけど、強引にパワーで、ガードを割って連撃を繰り広げていくというところが、冴島さんの強みですね。こういうやつらやね。この話も進んでいくんかな。後ろからひょっこり女が出てきたりすんのか。何しでかしたんや。確か地下鉄構内とか言っとったな。なるほどね。でもこんなところでタイミングよく来るから、
ねえ、ただしの続きのイベントかと思ったよ。そういうわけではないらしい。でも話のあれは次いつ来るのか？なんとかなるやろ。あれ？一巻になってんな。どうなんだ？夜になったら次来る感じなのか。天下一通り裏にリリーハンのいる事務所があるとか言うとったな。リリーハンって誰だったっけ？もう時間経つと何にもかも忘れてしまうんだけど俺。ま、いっか。とりあえず時間的にはちょうどいいので、警察の目をかいくぐりながら、まあ、なんか次のサブに繋がりそうな場所の近くでセーブでもしよっかな。一旦こっちから抜けて、サブを出してくれそうな人はあんまいないな。そろそろ一旦中断するかな。夜になったらまた別のイベント発生もあるかもしれないけど、とりあえず、猫のための猫マンマというか猫のご飯を買いに行きたいんだけど、どこのコンビニだったら売ってたかちょっと忘れちゃったんだよな。地下鉄構内。地下鉄構内、そうか、この近くだったっけか。それならあのバイク王のコインロッカーの隣を抜けていけば、近く行けるかもしんなかったっけ。場所違ったかな、忘れましたが、ちょっとその辺も考えてみてもいいかもね。よく見たら、マークついてる。あー、じゃああの辺にあるっていうのは結局あるのか？でもこの辺って、どの辺だったかな？これ地下鉄構内というか、あれ猫のサブイベントのところじゃないのかな？じゃあマップにも表示はされるんだな？そこは全然知らなかったけど。ここが狩猟場所でしょ？地下鉄。地下鉄構内って、どこ？まあいろいろ地下巡りをしていったらいずれ探せるのかな。まあ気になるところですが、まあ次回冴島さんの続きをやるといったところで時間がちょうどいいので今回はここまでにしておきましょう。はい、では今回はここまで。ありがとうございました。